トル、ミラクルの大冒険。ある晴れた日、ヨンコさんはお買い物に出かける準備をしていました。家の中には元気なロボット、ミラクルがいました。彼はヨンコさんのことが大好きで、いつも明るい笑顔を見せています。今日はお留守番だよ、ミラクルとヨンコさんが言うと、ミラクルは少し寂しそうにしましたが、すぐに元気を取り戻しました。うん、僕、頑張るよ。と、彼は元気よく答えました。ヨンコさんが出かけると、ミラクルは一人になりました。さあ、どうしようかな。フラフープで遊ぶ？彼はフラフープを見つけて、回してみることにしました。しかし、ミラクルは小さい体のため、フラフープを回すのが難しく、何度も転んでしまいました。あ、痛いけど、楽しい。と、彼は笑いながら言いました。その後、ミラクルはダンスを始めました。リズムに合わせて体を揺らし、彼は自分がヒーローになったかのように踊りました。僕は強くはないけど優しいヒーローだよ。と彼は自信満々に言いました。遊んでいると、外で何かが音を立てました。え？何の音だろう？と、ミラクルは不思議に思い窓の方へ行きました。すると、近所の猫が木の上に登って降りられなくなっているのを見つけました。助けが必要だ。ミラクルは急にスイッチが入ったように思いました。僕が行くよ。と言い、彼は勇敢に玄関を開けました。しかし、外に出ると水たまりがあって、ミラクルは急に立ち止まりました。あ、水は苦手だ。と彼は心の中で叫びました。でも、猫を助けるためにはどうしても進む必要があります。大丈夫、ミラクル、優しいヒーローにならなくちゃ。と自分を奮い立たせ、ミラクルは水たまりを避けながら進みました。そして、木の下にたどり着くと、猫はびっくりした様子でミラクルを見つめていました。あ、君を助けに来たよ。と彼は言いました。ミラクルは木に登る方法を考えました。ひらめいたのは、近くにあったフラフープを使うことです。よし、これで猫を助けるぞ。フラフープを木の幹に引っ掛け、猫が振りやすいようにしました。さあ、猫ちゃん、僕のフラフープを使って。とミラクルは猫に呼びかけました。すると、猫は少しびっくりしながらもフラフープを使って無事に降りてきました。やった。成功だ。ミラクルは嬉しそうに飛び跳ねました。猫はミラクルに感謝して、ぴょんと跳ねるとどこかへ走り去りました。よし、僕は優しいヒーローだ。ミラクルは自分を褒めましたが、その瞬間、ヨンコさんが帰ってきました。ただいま、ミラクル。どうだった？とヨンコさんが聞きます。僕、猫を助けたよ。とミラクルは誇らしげに答えました。すごいね。それはヒーローだね。とヨンコさんは笑顔を見せました。僕は強くはないけど優しいヒーローだよ。彼は自信満々に言いました。こうしてミラクルは猫を助けたことで一日を充実させ、ヨンコさんにそのお話を自慢しました。家の中には笑顔が溢れ、また一つの心温まる冒険が終わりました。おしまい。どう？面白かったかな？はい。お疲れ様。気をつけてね。ありがとう。はいはい。どういたしまして。またね。うん。またね。今度はいつ会えるかな。